おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3629です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後もね言ったと思いますけど、今回ねプラモデルをね作っていきたいと思いますが、こちらはですね比較的ゆっくりペースで、ね、進んでおります。以前もね紹介したことがあるシリーズ、そちらをね一体やっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、アルカナディアのソフィエラ、こちらをね紹介していきたいと思います。で、このシリーズはですね、パッケージがねかなり綺麗なねイラストになっておりますよと。なので箱の処分がねちょっと困るっていうね、そんな感じのね箱になっておりますけど、まあ非常に、ね、よろしいパッケージかなと思いますね。で、コンセプトに関しましては過去にね一回紹介したことがあるやつ、そちらとね似たような感じなんじゃないかなと思っておりますよと。はい、パッケージはこんな感じで、横を見るとね、こういう感じになっておりますね。ウィライズモードとノーマルモードですよと。まあ、こちらがノーマル。で、武装パーツをね、追加することによってかなりド派手な感じになるのかなと。それからパーツの組み替えというかね、武器パーツの組み替えがまあこんな感じでね、いろいろな豊富にね、作ることができるみたいな感じなのかなと思います。で、横を見ると、こちらですね。まあ、ここの部分がこれとね、また違うイラストになっております。で、さらに横がこうなっておりまして、フェイスパーツがこんな感じでありますよと。で、正面目線、見下しなのかみたいなね。それから一応左目線と右目線となっておりますので、一応正面目線が1個あるんでね、まあ、扱いやすい感じなのかなと。で、こちらが素組み状態なのかなと思います。一応パッケージはね、こんな感じになっておりますんで、早速開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの形となります。いつものパターンですね。箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますので、説明書とかデカールが上ですけど、本来そこですよと。で、とりあえずこの辺はね、後に回しまして、ランナーから見ていきたいと思います。とりあえずこちらですね、腰パーツというかね、スカートパーツというかね、こちらのパーツとか角とかですね、あと胸のパーツの一部。ここがね、とりあえず印刷済みになっておりますよと。で、こちらのね、スカートパーツの一部と。これに関しましてはね、横ですね。まあ、ここの部分だったりとかね、この白い部分とかがまあ塗装済みのパーツと。で、手首パーツは切り離し式になっております。表情パーツがこちらですね。ここと、あとこちら。で、これとこれっていうね、4種類入ってきております。で、こちらのパーツに行きましてね。これ多分背中の羽のね、基部パーツなのかな。とか、髪飾りの一部だったりとかね、手首ジョイントとかね、一応こんな感じのパーツが入ってきておりますと。で、クリアパーツ、こちらはですね、刃の部分なのかなっていうのと、支柱部分がね、入ってきておりましたと。で、こちらがベースと。で、こちらについて支柱とね、またちょっと違う支柱がね、あったみたいでしたと。で、一応、金星形みたいなやつがありますよと。ただ、ここはですね、以前紹介したことがあるやつとなんかね、似たような形状のね、ものがあったりとかしますよ。こちら、髪の毛パーツになっております。で、ここに白毛のパーツがあって、スカートパーツ一部とかね、こんな感じのパーツが入ってきておりましたよと。で、ここのところがすね周りとかね、膝関節とかのパーツと。で、こちらにね、武器パーツのね、先端部分だったりとかね、そちらのパーツが入ってきております。ここの部分がももパーツ、内部ジョイント、ボディパーツとかが入ってきております。で、こちらのところに、ウィライズモード用のね、足のパーツなのかなってね、そういう部分とか、腰周りのパーツが入ってきてて、足首パーツも入ってきております。で、こちらジョイント関係だったりとかね、武器パーツ一部とか、あとはこうね、ボディパーツ一部とかね、こんな感じのパーツが入ってきておりますよと。なんとなくこの辺がですね、形状見たことがね、ありますけど、新規パーツになっておりましたと。で、また金色ではないですけどね、こちらのパーツですね。これも今回の新規のね、武装パーツの一部でしたと。で、最後の袋ですね。こちらの時外装パーツ一部かなってね、そんな感じのパーツがね、2枚同じものが入ってきておりましたと。ランナーに関しましてはこんな感じ。思ってた以上にパーツ数がね、多いという風になっております。で、こちらにデカールですね。こちらにありますデカールに関しましては、先ほどの印刷済みの表情パーツ。あちらと同じね、瞳デカールがついてきておりますんで、できればね、今ついてるやつとは違うやつがね、あった方が良かったと思いますけどね。一応、これとこれがね、正面目線なんで、こちらの逆パターンがあっても良かったのかなと。こちらのね、4番の左目線、3番の右目線とかね、ちょっとね、違うやつがあっても良かったのかなと思います。で、説明書ですね。こちら、アルカナリアソフィエラとなっております。で、ペラリとめくりましてと、一応ポーズリストとかね、一応こんな感じ。悪魔型ディアーズとなっておりますんでね、以前紹介したことがあるやつ、そちらもね、確か悪魔型だったはずなんでね、まあ2体目の悪魔型という感じなのかなと。はい。で、まあ、
アルカナディアの世界ということで、そちらの説明があったりとかしますと。で、注文書とパーツの切り離し方法、ランナーリストですよと。で、こんな感じ。ここの部分に関しましてはね、以前紹介したことがあるやつ、そちらのね、シリーズからなんかね、持ってくるっていうわけではなく、今回の完全新規パーツですよと。で、まずはノーマルモードを作りましょう。頭部とかを作っていきます。で、角付きのね、前髪パーツとかを作ったりとかしますよと。で、あとこれがね、出来上がりましたら、ボディーパーツを作って、腰前とかね、そちらを作っていきましょう。で、これがね、出来上がりましたら、多分これが背中っていうかね、腰のパーツですね、を作りますよと。で、あとは、腕とかね、足とかを大体従来とね、同じような感じで作っていきましょうと。で、組み合わせるとノーマルモード完成。それからね、稼働方法とかね、台座の組み付け方法とかが載ってきておりましたと。で、それから武器関係ですね。ソード大、ソード小、大釜。こんな感じで作っていきますよと。で、組み合わせるとこんな感じね。で、武器の保持方法が載ってきておりましたと。で、台座はね、それぞれの形態で組み替えることができますよと。で、次にウィライズモードですね。のために背中のパーツを外してね、腕とか足とかを外して、頭部パーツの組み替えも行うと。で、胸部パーツも変えたりとかしますよ。サイドパーツとかね、こんな感じのね、パーツも用意してあげながら。で、腕とかに関しましては、とりあえず腕はですね、中間にね、一部の、ね、パーツを挟むという感じかなと。で、足は丸ごと作る感じですね。で、これが出来上がって、組み合わせるとウィライズモード完成。で、台座のね、付け方がありますよ。他のキャラクターですね、との組み合わせ方法とかも載ってきております。で、あとは、こちらですね。カラーガイドと、最終的なね、完成の写真という感じになっておりました。はい。内容としては、こんな感じ。で、思ってた以上にパーツ数が多いので、とりあえず今回はソフィエラのノーマルモードの組み立て。次回は武器とかね、ウィライズモード用のパーツの組み立てをね、やっていきたいと思います。で、ギミック編というふうにやっていきたいと思いますんで、全3回でね、お届けしていきたいと思いますんで、早速ですね、ノーマルモードのパーツ用意していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。とりあえず今回はですね、ノーマルモードを作っていくということで、こちらのパーツだけ用意したということになっておりますと。で、まず頭部からね、作っていきたいと思いますが、ベースはこちらの肌色ですね。こちらのパーツをね、中心にしまして、両サイドにこちらのパーツを入れますよと。入れる位置と向きは決まっておりますんでね。まあ、形状合わせで入れてあげれば OK と。で、その際ですね、こちらの部分は、どうしても中心部分ね、こんな感じで合わせ目がね、出ますので、隙間がね、できないようにしっかりとね、ギュッとね、入れておきましょう。で、こちらが出来上がりましたら、耳パーツとしてね、こちらのパーツをここにセッティングするよと。で、さらに横ですね。こちらの中心部分の穴ですね。ここの両サイドのところに四角い穴がありますので、そこのところに対してこちらのパーツを入れると。で、形状合わせてね、ちゃんと入るようになっておりますんでね、左右正しいやつを選んで入れてあげましょう。で、こちらのパーツはですね、接着厳禁になっておりますんで、接着しないようにね、十分気をつけましょうと。で、これがね、用意できましたら、両サイドにね、組み付けるツインテパーツを作ると。ジョイントパーツに関しましては、従来と同じ感じでね、2つのパーツを組み合わせると。まあ、こちらのジョイントはね、従来と同じ感じで作ってあげまして、こちらの部分にね、取り付けるパーツとして、こいつを用意すると。で、こちらのですね、前面部分のこちらのところに対して、こちらのパーツはないですね。こんな感じでね、入れてあげつつ、横のところにこちらのパーツを入れるということで、位置も決まっているし、形状もね、決まっておりますんで、左右でね、間違えないように組み付けてあげましょう。ただ、全体的に細いので、力のかけ方によってね、ポキッと折れる可能性がありますんで、十分気をつけながらね、こんな感じで、所定の位置に入れてあげると。今作ったやつが、これはですね、右のね、ツインテパーツになりますんでね、こちらのパーツは、ここに配置されますよと。はい。向きとしては、こういう感じ。これとね、同じような形状で、もう一組ね、作ってあげまして、ここに入れると。これでね、ついて揃いましたので、正面向けまして、ちょっと避けようと。で、これと、これですね。こちらのパーツ二つを組み合わせて、前髪パーツを作りますよと。ここもですね、他のやつと同様ね、折れる可能性があるんで気をつけながらね、用意してあげまして、中心部分の上の部分ですね。こちらのところに対して、この白いやつですね。こちらのパーツをこれブスッと入れますよと。これ自体も形状決まっておりますんでね。位置を把握しながらこんな感じ入れてあげつつ、こちらの塗装済みのね、角というかね、こちらのパーツをここに入れると。まあ、こちらがね、通常通りの組み方ですよと。で、これと違うやつですね。今つけているパーツ、それと上のパーツですね。これを使わない
素のなしっていうかね、その状態にするためのパーツというね、ものもありますんで、まあ選択してね、つけることができると。で、これがね、用意できましたら、表情パーツ。とりあえずこいつにしようかな。こちら表情パーツを用意してあげて、ここに入れてあげますよと。そして、組んでおいた前髪パーツをね、ここに入れてあげると。これで頭部パーツ完成と。で、あとはティアラですね。ティアラに関しましては、こちらのパーツ。角の間にね、うまくフィットさせるように入れてあげると、こんな感じでね、組み付けることができるというふうになっております。とりあえずこちらが頭部パーツになっておりますよと。まあ、他の部分に関しましては、後々ね、ギミック編の時にやりたいと思います。では、次にね、ボディーパーツ行きましょうかと。まずはこちらのパーツ。両サイドですね。そこのところに塗装がね、されております。こちらのパーツを用意してあげまして、そちらのパーツの横の部分に対してね、こちらの半円パーツをね、こんな感じで入れますよと。で、もう一個もね、同じような感じで入れましょう。ここのパーツはですね、外れる可能性もありますんでね、気になる方は接着しましょうかと。で、裏面のところにこちらのですね、ひらひらの紫色のパーツをこんな感じで入れてあげると。で、さらにこちら白いやつをここに入れますよと。ギュッとね、奥まで入れてあげましょう。で、こちらのパーツね、ここに入りましたら、一旦ね、避けておきまして、次にこちらのパーツですね。こちらのパーツの後ろの部分のくぼみですね。に対して、こちらの肌色のパーツをここに入れるよと。これもですね、形状合わせで入れてあげましょう。で、奥までギュッとね、こんな感じで入れると。で、さらに下のところにこちらのね、パーツを入れますが、これもね、形状、向きをね、確認しながらこんな感じで入れますよと。まあ、前面側ね、広がるような感じで入れてあげると。で、中心部分ですね。こちらの軸のところに対して、首を取り付けるためのね、こちらのね、棒パーツを中に入れますと。で、こちらのパーツがセッティングできましたら、反対側からこちらのパーツをね、使ってギュッと閉じると。真ん中のところにね、合わせ目が、ね、できてしまいますんで、しっかりとね、組み付けてあげると。で、こちらが用意できましたら、内部にね、組み付けたパーツに対して、こちら白いリボンですね。このパーツをここに入れる。で、前面部分に組んでおいた胸部パーツを入れましょう。で、さらに、こちらね、入れておいた軸の部分に対して、首元のパーツとしてね、こちらのパーツをスポッと入れる。で、さらに、こちらね、首パーツをここにポチッと入れてあげますよと。これでボディーパーツ完成と。で、中心部分のこちらね、鼻ですね。こちらに関しましては小さかったんでね、あらかじめ入れておきましたけど、気になる方はね、これ、接着しておいた方がいいと思います。はい。一応これでね、胸部パーツできましたので、これもね、一旦避けておいて、次に腰パーツ、腹部周りを作りましょう。まずは、こちらの板に棒が生えたやつですね。これを用意してあげまして、ここで組み付けてあげます。で、こちらのパーツをね、内部のところに入れてあげましょう。これがね、用意できましたら、こちらがね、お尻側になりますけどね、こんなイメージで入れてあげましょう。で、これが入りましたね。前面部分としてこちらのパーツを組み付けて、ギュギュッとね、組みましょうよと。はい。で、この時ですね、グッと入れるのはね、いいんですけどね。下手するとここがパキッとね、折れてしまいますんで、十分気をつけながらこんな感じで入れてあげる。で、上のところに肌色のね、こちらのパーツをここに入れると。この時形状がね、決まっておりますんでね、向きを把握しながらね、ここにググッと入れてあげると。で、これが仕上がりましたら、周りにね、組み付けるスカートパーツを用意していきますよと。こちらの白いやつ。で、穴が開いたやつね。こいつの下の部分に、こちらのね、ひらひらをね、こういう風に入れるんですけどね。今入れたやつと同じような形状のやつがね、この辺にもありますんでね、間違えないように用意しましょうと。で、同じような感じで、今度はピンがあるやつ。これをね、用意してあげまして、これもね、同じ感じで、ここにね、こちらパーツを入れますよと。まあ、向きをね、しっかりと確認しながらね、ここに入れてあげますよと。そして、こちらのパーツも同じ感じでね、ひらひらパーツを入れておきましょう。はい。この辺がね、用意できましたら、こちらでね、対になるような感じで、もう一組作っておきましょう。で、組んでおいた腰パーツ。こちらをですね、くるっと回しまして、ここと、こういうね、小さなね、穴がありますよと。そこの部分に対して、こちらのパーツですね。こちらのパーツをここに入れますが、ちょうどこの間ですね。これじゃなく、こっちか。の間のところに対して、こちらのパーツですね。が、こんな感じで組み合わせた状態で、ここに入ると。組んだ状態だと入りませんので、隙間を作りながらね、こんなイメージで配置してあげまして、ギュッとね、押し込んで、こんな感じで組み付けると。
同じような構造でね、半差しぐらいのレベルにしておいて、ここにセッティングして押し込んでね、組み付けてあげると。これでね、2枚付きましたと。これができましたら、こちらをね、覆うような感じで、こちらのパーツ。下の部分にはね、先ほどまで作っていたやつと同じような感じで、ひらひらパーツをね、ここに入れてあげると。奥までしっかりとね、外れてこないように組み付けてあげましてと。はい。で、こちらのパーツをここに入れますよと。ギュッとね。そうすると、こんな感じでね、ぐるっと一周ね、回りますよと。で、こちらのパーツがね、用意できましたら、同じような感じでね、こちらの今度中心部分になるパーツを用意して、ここにね、プスッと差し込んであげると。あとはこちらのパーツをここに入れましょう。これ自体は特にですね、どっから入れるっていう指示はありませんので、ね、まあ好きなように入れてあげれば OK だ。ただ、内側にね、こういう風に入れる必要性がありますのでね、そこだけ一応ね、気をつけながら入れてあげまして、上のところに、こちらね、白い蓋ですね。これをブスッと入れてあげる。で、さらにここのね、部分に対して、こちらのピンですね。こちらパーツね、これを入れると。で、幅が狭い方が前になりますよと。広い方が後ろになりますんでね。ここの部分はちょっと気をつけながらね、こんな感じ用意してあげると。で、これがね、用意できましたら、一応こちらがね、後ろ側になりますんで、こういう風に、ね、組み付けてあげましょう。この時向きがね、間違ってると入りませんので、ね、仮にでも入れてみた方がいいと思いますね。はい。一応こんな感じでね、こちらパーツ入りましたら、内部パーツとして、こちらの小さなね、ジョイントパーツをここに入れますよと。で、こいつが入りましたら、反対側からね、L 字のパーツを入れてあげると。で、こちらの軸部分に、このね、ボール付きのね、こちらのパーツを入れて、奥までパチンと入れて、グニッと曲げてね、こんな感じの内部パーツを作ると。で、出来上がりましたら、組んでおいたこちらのパーツの内部に、こういうイメージで入れると。で、ここの部分に対してね、今度はこちらね、塗装済みのパーツがここに入ります。ただ、この状態だとね、入りませんので、前面部分となるね、こちらのパーツにこういう風に組み付けましょう。反対もね、ここに組み付けてあげますよと。で、グイグイっとね、奥まで入れてあげまして、これをここに入れると。で、この時ですね、向き間違えてると、ここはですね、ピタッといきませんので、向きをね、しっかりと確認しながらね、入れてあげると。で、これができましたらね、前面部分としてこちらのパーツを組み付けてね、しっかりと取り付けてあげましょう。で、こちらがですね、用意できたら、ここにね、小さな穴がありますんで、ここの部分に対して、この白いやつ、そちらに対して、このね、紫色のパネルパーツを、ここにね、入れますよと。で、こちらが入りましたら、花ですね。これをここに入れると。そうするとね、こちらのパーツが出来上がりますので、これをですね、ここのところにブスッと入れてあげると。組み付けると、こんな感じ。これで腹部腰パーツがね、出来上がりましたので、次に手足に行く前に、背中にね、取り付けるパーツを作りますよと。そのパーツというのが、このね、羽ですね。この小さな羽のところにジョイントパーツをね、こんな感じで設けてあげましょう。で、これが用意できましたらね、ベースとなるのがこちらと。カーブを描いている方が下。ちょっとくぼんでるのがね、横というね、こういう感じで用意してあげまして、組んでおいた羽パーツをね、ここにブスブスっと差し込んであげましょう。で、グニグニっとね、曲げておくよと。はい。で、出来上がりましたら、こちらのパーツね、このパーツのところに対してブスッと入れてあげるよと。はい。これが用意できましたら、同じ構造でね、もう一組作ってあげまして、ここにセッティングするよと。で、こちらのパーツ自体は、ここにあるパーツですね。こちらのパーツの上のね、六角形ですね。ここの穴のところに対してこいつを入れてあげると。あとは中心部分に対して蓋のパーツではね、これを入れてあげましょう。後々台座ですね、を組み付けるときにはこのパーツがね、不要になりますんで、外すね、必要性は出てきますが、ひとまずはこのままね、付けておこうかなと。これ抜くときにはですね、反対側からね、棒を使って押し出すようなね、感じで外してあげると。で、これができましたね。こちらの下のね、丸い部分ですね。に取り付ける尻尾パーツを作ると。ベースはこちらで、内部パーツですね。こちらのパーツを用意して、こいつをね、中に入れますよと。で、今入れたパーツのところに対して、これと、これをね、組み合わせたものを用意して、これをね、下の部分にブスッと刺します。で、ジョイントパーツとしてね、こちらのパーツと、こちらのパーツとっていうね、組み合わせたジョイントですね、を設けてあげましょう。
つるんとしてる棒の方が尻尾本体です。一段ガクッとねなってる方がこっち側にねなりますんで、向きとしてはこういう感じでね用意すると。で用意できましたら後ろですね、こちらの部分のここにね穴がありますんで、そこ狙いで入れますよと。はい、首つけるとこんな感じ。一応これでね背面ね取り付けるパーツは用意できましたので、次に腕とね足を作ると。腕に関してはベースはこちらにねなっておりましてと。でジョイントパーツをここに入れると。組み方自体はねだいたいいつもと同じ感じで作りますが、とりあえずねこんな感じでね用意できましたら、下の部分に対してこちらのですねパーツを形状を合わせてブスッとねここに入れてあげますよと。はい、こんな感じ。今入れたパーツはねこれ右専用なんでね、左右でちゃんと形状違いますんで向きを確認しておきましょうと。でこれができましたらね、上のところに対してこちらのつるんとしたやつねの中からギザギザでね中心部分に小さなね穴がちょっと2箇所ぐらいあるやつをね用意してあげまして、ここにね形状を合わせてぶっ刺してあげますよと。とりあえずね位置合わせでくるくる回してればねいずれ入りますんでね、こんな感じで入れてあげると。であとはもう一つねリングパーツをここに入れてあげる。さらにこちらですね、二の腕パーツに対してもここにですねこちらのギザギザパーツですね、これを組み合わせたものを用意してあげまして、これとこれね組み合わせると。ここの部分に関してはねこちらの中心に入れたパーツ、これはですね外れる必要性はねありませんので、最後に入れたギザギザと二の腕とかね接着できる部分は接着しておいた方が安定すると思います。であとは前腕をねここに組み付けてと。で反対側ねこちらのパーツを入れますよと。はい、これでとりあえずねベースは出来上がりましたと。であとはここの部分に対してこちらのパーツをここに入れつつこいつを入れると。これ自体もですね基本的に形状はね決まっておりますので、ズボッとね差し込んで一体化させてこいつをここに入れてあげると。で奥までギュッとね入れてあげると。あとは手首パーツこんな感じでねジャラッとありますんで、こいつをね入れてあげればこれで腕パーツ完成と。手首パーツは他にもねありますけどね、とりあえずこんな感じで腕ができましたので、今回組み立てのね最後となります足を作って終了したいと思います。足に関しましてはベースはまずこいつですねの内部のところに接続用のボールパーツをあらかじめここに入れておきましょう。出来上がりましたらこちらのパーツをね用意して、短い方に対してこちらのパーツが入りますよと。で奥までぐさっと入れてあげると。でこいつがね用意がねできましたら、後ろとなるねこちらのパーツの内部のここにセッティングしてあげますよと。はい、こんな感じで、こいつがね用意できましたら前面部分としてこいつをね使って固定してあげる。前の部分に対してこちらね細い棒パーツをズボッとね入れる。であとはこちらとこちらの部分に対してねこのパーツを入れますよと。で軸の位置とかね決まっておりますんでね、適当に入れるとはまりませんので十分気をつけながらね正しいやつを選択して入れてあげますよと。たまたま1回でねうまくいきましたけど、とりあえずこんな感じで入れると。これができたらね一旦避けておいて、膝関節としてねこちらのパーツ下のところに肉埋め用のねパーツをね入れてあげて、上の部分の穴ですねここにこちらのパーツを入れると。で入れた時にこういう向きにねなった時に左手側の方にね行かないのを確認しましょうと。これ付け方間違えるとねこっちには曲がらずに反対にね曲がってしまいますんでね、そこの部分の向きをね確認はしましょうよと。でこれができましたら、あとはこちらのパーツの内部にセッティングすると。でこいつを使って閉じてあげましょう。これができましたらこちらのパーツをここに入れると。前面側に花ですね、中間にこちらのパーツをセットしてこいつを使って組み付けると。とりあえずこれでね脚部パーツのほとんどがねできましたので、あとは足首周りと。足首周りはねこちらのパーツの内部ですねのところにまずは短い軸、これをねズボッと入れる。下の部分に対して接続用ね軸パーツを組んで反対側から閉じてあげましょう。出来上がりましたらこいつをねここに入れてあげましょうかと。で足首パーツはまあ大体ねいつもと同じ感じで作りますよと。これとこれをね組み合わせたものを用意して、こちらの下の部分にね
パネルを組み付けたつま先パーツを用意して、あとはこいつをね、ここにプチッと入れる。こいつをここにぶっ刺してあげれば、これで客パーツが完成という形になります。これは拡張用のパーツ、あとはこれね、背中の羽なしバージョンになっているのと、台座と組み付ける時の中間のね、延長用のパーツという風になっておりますよと。はい、これでね、ノーマルモードのパーツ全部揃いましたので、作ってないね、左腕と左足、ささっとね、用意していきたいと思います。はい、パーツの方用意できましたよと。あとはですね、こちらのパーツの下のこちらの軸部分に対して足を入れると。で、今回説明書をね、通り作っておりますが、もしやりづらいんであればね、組む方法をちょっとね、工夫して順番変えるとかね、しながらやった方がいいと思います。特にこちらのね、足組みつけるのが今かなり大変なんでね、ここの部分はスカート周りですね、をつける前に足を組んでしまって先にね、入れた方が楽だと思います。一応ね、こんな感じで入りましたので、あとは上半身ですね、こちらのパーツのここにボールで入れますよと。反対もね、同じような感じで入れますよと。最初のうち硬いみたいなんでね、ちょっと調整しておいた方がいいと思います。あとはここにね、ボディーパーツをプチッと入れる。で、最後に頭部パーツね、こちらのところにプチッと入れてあげることによって、これでソフィエラノーマルモード完成となります。まあなかなかよろしいかなと。スカートパーツですね、ここの部分があらかじめ組んだりするね、部分があったりとかするんで、ちょっと大変かなと思いますからね、こういうところはね、気をつけて作る必要性はありますが、まあ全体的に良い仕上がりだと思います。ただ先ほどもね、言った通りボディーパーツ組んだ状態で足を入れるのがね、若干大変なんで、組む順番をね、変えた方がいいと思いますよね。とりあえずね、こんな感じで仕上げることができましたよと。はい、ということで今回ですね、アルカナディアのソフィエラ、こちらのですね、開封からノーマルモードの組み立てまでやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はですね、こちらのね、ソフィエラのビライズモード用のね、パーツはね、武器関係ありますんでね、そちらの組み立てをね、やっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。